かごきげんよえっと、あなたは確か。ああ、私と同じ普通科の一年生の方でしたよね。はい、もちろん知ってましたもん。 私は、百合ヶ丘のリリーのことなら、お名前も、レアスキルも、趣味も、ぜーんぶ知ってますから。ああ、私がお名前を知っているのは、週刊リリー新聞の記者として、リリーのことは知っておかなくちゃ、と思いまして。あははは。<laughs> えっと、あなたとは初めてご挨拶しますね。 改めまして、私、双川文です。よろしくお願いしますね。それで、今日はどういったご用件でえ今、何とおっしゃったんですかもう一度、おっしゃっていただけますかあなたが週刊リリー新聞の記者になった。 って私と一緒に新聞を作りたいええー、本当ですか本当の本当に、私と一緒に新聞を作りたいんですかでも、どうしてまた週刊リリー新聞の記者になりたいって。ああ、ちょ、ちょっと待ってください。立ち話もなんですから、お部屋の中でじっくり聞かせてください。 さあ、どうぞどうぞ。ああ部屋の中が散らかっちゃってます。今、来週のリリー新聞の記事を書いているところなんです。すぐに片付けちゃいますね。ソファーの上もぬいぐるみを片付けて、と。は…えこのぬいぐるみが可愛いですか ありがとうございますこれ、カワウソのぬいぐるみなんですよ私、カワウソが大好きなんです。見てくださいこの愛らしい顔を見てると、とっても癒されちゃいますよねぬいぐるみだけじゃなくて、写真集やグッズも集めてて。あご、ごめんなさい片付けてる途中でしたこの子も、 うちの棚に座っててもらいますねあとは、テーブルの上を片付けてとりあえず、テーブルと座るところは片付けましたさあ、どうぞソファにおかけになってくださいすぐにお菓子とお茶も用意しちゃいますねえっ、ー、と、 この棚にまだお菓子があったはず。あのー、駄菓子はお好きですかあ私、駄菓子が大好きで、いつもストックしてるんです。ラムネ菓子とか、小さいドーナツとか、色々あるんです。この間なんか、新発売のチーズ牛丼味のスナックにハマっちゃって。あ、そうでした。ちょうど、 ピーチのピーちゃんがありました。ピーチのピーちゃんは私が大好きな駄菓子なんですよ。最近では売っているお店が少なくなっちゃって残念なんですけど。あでも、この間売っているお店を教えていただいてたくさん買っておいたんです。ぜひ食べていただきたいです。あでも、もし駄菓子が苦手でしたら他のお菓子でも。 えあなたも駄菓子が好きよかったです。では、いっぱい用意しますね。はい、どうぞ。よければ、先に召し上がっててください。お茶もすぐに用意しますね。美味しいお茶をシェンリーさんからいただいたんですよ。 このお茶意外に駄菓子に合うんです。私も新聞の記事を書いている間、いつも飲んでるんですよ。ぜひ試してみてください。はい。シュンリーさんも私と同じ一つ屋の議体の所属なんです。 いつもとても親切にしていただいてるんですよ。シェンリーさんといえば、百合ガオ女学院幼稚園からの生え抜きのリリーで、入学案内の表紙を飾ったことがあるとても優秀なリリーなんですよ。一つのなぎでも、カエデさんと並んで、司令塔としてご活躍されてます。そんな方と一緒のレギオンだなんて、私、もう本当に幸せで、 この間も戦術についていろいろと教えていただいて。ああ、またおしゃべりしちゃいました。リリーのことになるとつい止まらなくなっちゃって。<laughs> 今、お茶を入れますね。はい、お茶の準備ができました。さあ、どうぞ。 召し上がってください。私もソファに座ってお茶をいただきますね。おお,お,お茶、ちょっと暑かったですね。あなたも火傷しないように気をつけてくださいね。うん もう大丈夫ですね。では、いただきまーす。やっぱりシェンリーさんおすすめのお茶は美味しいです。やっと落ち着きましたね。それでは、改めまして、あなたのことを聞かせてください。 どうしてまたリリー新聞の記者になりたいと思ったんですかうんうん。週刊リリー新聞の愛読者で、毎週欠かさず読んでると。しかも、あなたもリリーオタクで、私と一緒にリリーの活躍を広めたい 嬉しいです。あなたもリリーオタクなんですね。私も子供の頃からリリーのことが大好きなんです。ちなみに推してるリリーはいますかうーん,、うん。グランエプレのコンカナホ様と宮川高根様が大好きわかります、わかります。お二人ともとても素敵なリリーですよね。 かなほ様と高音様といえば、今や看板女子芸術高校を代表するリリーですが、元はお台場女学校にいらっしゃったので、お綺麗なだけじゃなくて、リリーとしてもお強いんですよね。お二人とも普段から仲が良くて、あの仲睦まじい姿を見ているだけでもう尊くて、幸せに。 それにしても、カノホ様とタカネ様のファンだなんて、クレハさんみたいですね。クレハさんというのは、カノホ様と同じグランエプレにいらっしゃる時キクレハさんです。実は、クレハさんと私は同じリリーオタックとしてソウルフレンドを誓い合った仲なんですよ。ぜひ、あなたにも会っていただきたいです。きっとお友達になれますよ。待っててください。 グランエプレの写真が確かここら辺に。あ、ありました。せっかくなので、お隣に失礼しますね。こちらが、グランエプレの皆さんを撮らせていただいた写真です。真ん中から、コンカナホ様と宮川高根様、 サダモリヒさん、タンバあかりさん、そして、端っこで恥ずかしそうにしてる、こちらがときクレハさんです。クレハさんは、カナさ様と高カさ様に憧れて、お台場女学校からカンバ女子に転入したそうですよ。ふー、憧れの人のために転入までするなんて、すごいですよね。 私も百合ヶ丘に入って夢を叶えてすごいい、いえ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 、そ、そんな、私なんて皆さんに比べたらまだまだ、百合ヶ丘にも頑張って勉強して、やっと補欠合格できたぐらいですから。でも、百合ヶ丘に入学できて、 今こうして、きらボシのごときリリーの皆さんと一緒にいられて、本当に幸せですー。週刊リリー新聞を始めたのも、リリーの皆さんの活躍と素顔を、たくさんの人に知ってもらいたかったからなんですよ。え私の活動に共感して、お手伝いがしたくなったんですか <laughs> そんな風に言ってもらえて嬉しいです。はい、もちろんですとも。あなたを我が週刊リリー新聞の記者として採用させてください。私と一緒に週刊リリー新聞を作りましょう。これからどうぞよろしくお願いしますね。